はい、では大門さん行きましょう。設問ごとのパターンかね。はい、河川場について台湾の話か。下関条約、はい、これで日本は台湾をね領有しますからね。台湾総督置かれるね。はい、あは初代台湾総督海軍出身人物誰かと。これはもう川山助則でしょう。絶対落とせないですよ。下関条約で、はい、我が国は両島半島と台湾ゲットしますからね。でこれね、まあ、宝庫諸島まで押さえておきたいですね。うん、で台湾問題なかったけど両島半島ね、ね、ロシアからのこの難癖がついてですよ、結局返還すると三国干渉ね、そういうこと。台湾はそのまま日本が領有するから、はい、初代台湾総督で樺山助則と。でね、この元でね、この後藤新平まで押さえたいですね。江藤新平じゃありませんよ、後藤新平ですからね。土地調査事業つって、あと出てきますけどね。これ寺内正武は、まあ、よくこれも出るパターンやけど、これは初代朝鮮総督ですからね。71ページで伊藤博文は初代東官ですから、初代東官、いい、朝鮮総督じゃありませんからね。これが安住庫に暗殺されて伊藤博文がそこで、ね、韓国併合で朝鮮総督ですから、 OK、 はい、いいね。小玉源太郎も台湾総督になりますけどね、まあこれはいいや。はい、次、意について。台湾の金融でしょ、台湾銀行でしょ、台湾銀行どこ出てくる、台湾銀行。ここから金借り取ったのが、そうね、何でした、なんとか商店ですよ。でそれが戦後恐慌でね、やばくなって、でそれに金貸しとった台湾銀行もやばくなって、緊急直令で救済しようと思ったけど枢密に足引っ張った、これで退陣したしパターンですよ。どこです、ね、若槻内閣ですよ。75ページここですね。ね、はい、ここ、で、はい、台湾銀行、数三つにですね、まあね、戦後恐慌、金融恐慌、このダブルパンチからで鈴木商店、破産しかける感じなんですよね。はい、そういうことです。台湾銀行、日本銀行は中央銀行でしたね。何年、2月くでしょ、82、ね、松方デフレですよ。まあ三井銀行、三菱銀行はええや、これ普通銀行ですからね、普通銀行。はい、次、ウについて。台湾で1930年、まあつまり、まあ抗日の放棄ってやつかね、どれか。台湾でしょ、皇后農民戦争どこ、この後日清戦争ですからね。朝鮮でしょ、はい、これ消えた、消していく。五州のどこね、パリ講和会議、ベルサイユ条約で三島省帰ってこんかったわけですよ。でブチ切れた、はい、中国ですよ、中華民国ですね、正式に言うと。武者事件知りません、はい。神護軍乱、まあ、神護事変どこ、ね、これ朝鮮でしょ。神護事変、更新事変で天津山国条約して、皇后農民戦争の日清戦争と、そういう流れですよ。これ×、ね、これが残るんですよ。だけどこれ3か、ね、5かですよ、3か5か、ね、こういう場合はどうするか。だから言ったでしょ、分からん場合は丸と考えましょう、丸と考える、ね、これも一番基本です。いいですか、まあ、僕は、ね、鉄板と思ってますけど、記号問題の答え、武者事件なんですね。聞いたことないでしょ。いやこれは総計レベルなんですよ、総計レベル。まあ書くならそうね、台湾とか書いておきます。さっきの、まあ、こう台湾領有のとこですね、台湾樺山助則ね、はい、まあ、この抗日運動、武者事件つって、丸福つって、いい。でもこれ覚えなくても、証拠解けますからね、まだそんなの覚えなくていいと思いますよ、武者事件は。もしもう一回どっかでピンポイントで聞かれたら押さえてください、押さえる。いい、1回目はね、こう一元三知の方がありますから、まあ、書くだけ書いとった方がいいかもしれない、自分のこの虎の巻にね。で、覚えにかかるのは、ね、こんなことやったら、もう、ね、キャパ超えますから。そういうところはやっぱ効率を重視しなきゃいけない。
より確率の高い勉強の仕方をした方がいいですよ。2回目来たら覚える。はい。次、いやここなんですよ。6文字でしょ。朝鮮総督府も同じことやっとる。ね。朝鮮総督府見ます ?71 ページね。ね。6文字でしょ。これがこの統治調査事業なんですよ。さっきの台湾どこもちょろっと書いたんですよ。土地調査ってね。土地の支配がもうむちゃくちゃなんですよ。荘園状態で。もう全近代的。だけどきちんと土地はここは誰が所有するっつって、そんなのね、精査していったんですよ。そういうことですね。答え、土地調査事業。これはやっぱ基本ですね、やっぱ。出てこんかったんですよ。さっきのやけ、丸福ね。どこやったっけ。その韓国英語の流れのところが丸福ですよ、丸福。はい、次。4、払い下げか。ね、払い下げ。工場払い下げ外装、これも歴史用語ですからね。ね、政府が工場を作る、ね。明治の最初とかはもう金ないですから、民間全然。一番金持ってるの政府。つっても政府も貧乏ですけどね。なけなしの金で工場を作って、まあ、それを、ね、まあ、運営するのはこの、ね、やっぱ三井三菱ですよ。金儲けうまいやつの方がええ。ね、そういうことだけ売り渡すわけね。払い下げというのは売り渡すこと、セールするんですよ、うん、で政府の所有を民間に、ね、売り渡す。その売り渡し先で、正しいのどれか、深川セメント古川、うん、長崎造船三菱、三重炭鉱三菱、佐渡金山三井、三菱が2つあるね。まあこれ解きたいね。これは取りたいですよ。払い下げはね、松方デフレのとこですね。67ページまとめてますね、払い下げ、これ、いや覚えなダメですね、やっぱ。あ、はい、ここ聞かれたね。長崎造船所は三菱、はい、三菱、もうこれです。一応確認、深川セメントちょっとマニアックやけどね、これ浅野総一郎。深川地名ですからね、人の名前じゃない。浅野総一郎。三池炭鉱、ね、こう三池炭鉱が三井なんですよ。まあ3やけね、三井としたいけど、三菱も3ですからね。三井 の、この鉱山は三池炭鉱だけど、こう覚えたらいいんですよ。残り全部三菱でしょ。佐渡金山、生野銀山、高島炭鉱、もう岩見銀山掘り尽くしますから、江戸時代もうない、明治以降は、そういうことですね。で佐渡金山はこれ三菱ですからね、ってことですよ。いや、払い下げは覚えた方がいいです。覚えないけど。工場払い下げ外則はこの左側の66ページのこれね。まあ、この払い下げ巡って、ここでまあちょっと汚職が起こると。これが住民権と絡んでいくわけですよ。開拓地勧誘物払い下げ事件が。明治10年政変になっていくと。ね、そういうことですよ。経済と、ね、政治、これね、密接に関わっている人、ね、相関関係があるってことですよ。はい、次5番。綿紙の生産輸出入の変遷、まあ、ABC どれかってことね。うんうんうん、これよく出る図ですよ。よく出るこの棒グラフ。あ、違うか、折れ線グラフか、これはね。ほら、ここで入れ替わるでしょ、この実線と点線が。ここポイントやないですか。ね。これまたここ入れ替わるんですよ。ここで、この間で完全に入れ替わるね。こうね。ほら、この2つ、90と97。絶対覚えなきゃいけない、ね、年ですよ。日本の産業革命、まず軽工業でしょ。はい、78ページですよ。いいですか。紡績ですね。紡績がコットン、木綿ですよ。製紙が生糸ですからね。で、はい、覚えないかんのがここですよ。生産が輸入超えたのが90年、輸出が輸入超えたのが97年。まあ、くれないかって感じね。くれないの豚、くれないか、くれ。次、なでしょう、うん。任せます。はい。だから、90年で生産が輸入を超えますから、ね、超えた方が生産でしょう。超えた方が生産。ということは、こっちが輸入でしょう、ね。で、この97年で輸出が輸入を超える件、これが輸出でしょう。こうなるよね。こうなるよね。だけ、A は輸入。A は輸入。で、B は
生産ね、B は生産、B だね。もうこれで終わりですよ。やけこの年は絶対起こらない。この90、97は。ついでに精神もこの94、ね、機械が座繰り超える94と世界最大となる9。これ、ザキ苦しいと覚えてください。ザキ。ザグリのザと機械の木でザキ苦しいと。ドラクエあるっしょ。オリンピックでも ね、入場行進のテーマになってましたけど、本当。ザキ死の呪文、苦しい、苦しい。ザキ苦しいで9がまた来るみたいな感じ。OK ですか？はい。落とせませんよ、これも。6番、日清戦争後の鉄道重工業の発展に関する記述。鉄道事業では官営時鉄道の、官営の方が民営を上回っていた。官と民、まあ、私鉄と JR って感じやね。こう。本当ですか？日本ね、82年鉄道敷設でしょ、新橋横浜。63ページ、食産工業ですよ。で、私鉄の会社作られる、今で福岡で言ったら西鉄みたいな感じですよ。ああ。はいはいはい、こっち民間のが盛んなんですよ。これ大事ね。こう丸福ですよ、ここ聞かれた。逆です、民間のが上なんですよ。鉄道熱が。非常にこのね、高いわけですよ。これがこの法律、これが何かというと、そう、鉄道国有法、ね、日清日露でやっぱ鉄道有事の鉄道やけん国有化しとった方がいいっつって、ここで逆転になる。逆転になる。官のがだってか国有化しますからね。鉄道国有法と内閣出てきます。72ページ、この第1次ですよ、西園寺内閣、鉄道国有派、なんか 90% 国有化じゃないでしょう。ここですよ。ということ、はい、ダメ、もういきなりダメ、一番。鉄道ね、民間の方が鉄道熱が、ね、強いと、そういうことで、鉄道国有法で国有化したと。はい、2番、あ、これ見ときたいね、ボンベイ航路でしょ、海のルートですよ、北米航路。だから、なんでボンベイってどこですか、国。これインド出てこないとダメですよ。今、ムンバイ行きますけどね。だから、あっ、ここ、松方デフレのところですね。うん、ほら、ここ、ボンベイ航路大事ね。ね、綿花輸入したんですよ、木綿を。インドのルート大事です。で北米ルートっていうのは、これ、アメリカに生糸売りますから、これ、ルート大事なんですよ。そういうことをね、つなげよう。綿花輸入。キート輸出で、ね、やっぱとにかく船大事ですよ、ね、商社も大事やし、汽船の会社も大事、ね、やけ政府が奨励するわけ、もうガンガン船作れっつって、造船奨励法、公開奨励法と、まあ、奨励が両方あるけん、造船か公開かでしょ。公開は必ずノットが来ますから、船の速度ね、ノット。ノット来たら公開、ノットなかったら造船と、もうそう覚えたらいいです、そう覚えたら。そういうこと。3番、まあ、砲兵交渉ね、まあ、国産、兵器作る国産の、ね、会社ですよ、砲兵交渉、まあ、63ページ以上書いてますけどね、工場ね、当時、交渉って言ったんですよ、もう小の字がいやらしいよね、高価からダメなんですよ、うん、まあそういうこと。4番、八幡製鉄所、何年、福岡でしょ、地元ネタでしょ。78ページ、もうこれ1901年絶対いりますよ。ドイツの技術。ドイツはね、陸軍と八幡製鉄所、ドイツですから。ドイツ。あと憲法もそうだね、憲法も。蓄光丹田、ダイヤの鉄鉱石、二水、二水。民営は、民間は日本製鋼所。北海道室蘭ね。まあ、そういうことね。はい、復習終わり。じゃあ次、右側。技術ですか。B。長いね、問題文ね。ストライキが起きた。ああ、これ、高野房太郎があるじゃないですか。もうこれで終わりだね。結成した組織なんかも7文字までってご丁寧に。これが労働組合規制会。労働組合規制会。どこですかね。労働問題のとこやから、
78ページですね。はいはい。日本もね、資本主義が入ってきてですよ。労働問題が起こる。低賃金、長時間労働。ね、労働者がね、この馬車馬のように働かされてると。なんとかさないかんちになってくるわけですね。労働者の権利をね、もうちょっとこね、認めてやらないかんとなってきて、高野房太郎の労働組合規制会。これ規制出てくるの、労働組合規制会ってもう一個何？自由民権運動ですよ。国会規制同盟も同じですね、ほら。国会規制同盟と労働組合規制会だね、規制出てくるの。はい、落とせませんよ、うん。そこまで難しくないね。難しくない。7番、初期議会などで反発と民党の対立に関する記述、間違っとんのか。はい、1番、第一議会ね。あ、立憲自民自由党か、まあ、ちょっとこれえっちょ思うけどね。自由党じゃないのと。立憲と。立憲改新の方がいいですよ。過半数占めとった。まあ、これはね、まあ、一緒なんじゃないかぐらい、まあ、そういう、ちょっと柔軟に考えたいね。最初は、はい、選挙が行われて、いいですか、民党のは過半数超えてますからね。いい。政府はこの富国強兵で、ね、軍事費増やせと。利益性守らないかんと。に対し、民党は軍事費減らせと。税金下げろと。政費節減、民料給与。真っ向から対立。そういうことですよ。で、山形内閣は、はい、ね、超、これ出てくる？政策は政党の意向に左右されないと。何主義？はい、これ、超前主義大事ですからね。ね、超前主義で臨んだけど、ね、これね、無理なんですよ。なんでかっていうと、大日本帝国憲法ってね、すごく民主的なんですよ。それは確かに欽定憲法で天皇主権やけど、はい、ここ議会の同意がなければ予算法律成立してません。はい、これ書かれてますよ、憲法。いい、同意が必要やつって。いい、まあ、同意がなかったら前年度の予算を執行するんだけど、無理でしょ。増やせないんだから戦争できませんよね。そういうこと無理なんです、超前主義なんて初っ端から、ね。ということで、まあ、やけどこれは罰じゃないね。政府は超前主義で臨んだ、うん、でなんとか山形は最後、ね、解散させたいですよ。でも初っ端から解散とかしよったら笑われてまうでしょ、欧米列強に、ね、やっぱサウには無理だということで、なんとかね、まあ、いけないことをします。切り崩されたのがこの自由党の本家本丸の土佐派ですからね。これもまた情けない話だけど、なんとか予算整理します。もうやったられねえって言って山形辞めます。次松方正義です。一緒ですよ。政府は、ね、軍備増強、民党は軍備減らせと、軍事減らせと。でついに河合益憲が万有演説ですよ。河合益憲は万有演説とさっきの台湾総督ね、2回出てきますから、2回出てくる、ね、それでも民党はビビってない、ね、予算を通さない、ね、それどころか予算この削減案かけちゃうんですよ。もう裂かれませんからね、議会が承認をね、通しちゃうとね。でそこでも政府は衆議院解散ですよ、殿下の方と。で、干渉した、もう、ね、今やったらもう全部アウトですけども、ところがそれでも民党勝ったと、中流れなんですね。はい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 、品川事業ですよ、うん。これ第一議会、まあ、初期議会の流れをきれいにまとめてくれてますね、うん。はい、これ全部 OK ですね。5番です。5番。初期議会。政府と民党の対立。そういうこと。じゃあ、区に関して、週刊雑誌、だんだん新聞。これ、まるまる新聞って思うんですけどね。まあまあまあ。まあ、これも賭場がありますからね、うん、これで終わりですよ。風刺でしょ。あら、風刺書いてないか。風刺って書いてない。批判までいかんけど、ね、こうチクリとして、まあね、こうユーモアを交えながら批判する、ね、ストレートに批判するんじゃなくて風刺でしょ。
トバイでしょ、フランス人でしょ。もう風刺といえばあの人しかいません。親鳥外国人シリーズは79ページか。はい、ここですね。トバイからビゴを持ってくる。もう出てこんかったら、こうトバイにチェックね。丸服ですね。トバイ。ビゴですよ。ね。見たことある。日清戦争のあの釣りしよるやつとかね。日露戦争のあのね、英米にこのね、背中を押されて、ね、ロシアにこうね、吠えかかっとる日本人とかね。ね。鹿鳴館、こう鏡に猿が映っとるところがね。まあ、だいたい有名なやつですよ、ビーゴ。はい、宛名確認しようか。フォンタネージ、ボアソナード、ロエスベルか。フォンタネージはちょっとね、細かいけど、80ページね。はい。ね、芸術でも文明開化ですよ。イタリアからやってきた先生、フォンタネージ。ちょっとマニアックやね。ボアソナード、これ、鉄板ですよ。なんすか、民法を入れて中古を滅ぶ。もうこれ、ホズニアツかやけど。民法天皇層。68ページ、ここ。ね、民法天皇層。うわ、梅県か。民法天皇層。民法天皇層って言葉は、うん。民法天皇層って言葉は、ないか。まあ、民法ですね。民法。いいですか？はい。で、ロエスレルは、これ憲法問題ね。憲法基礎。67ページ。地方制度はモッセいいで、ベルリン・グナイスト濁るから、ウィーン濁らないからシュタインで、あと民法でボアソナード、大体この5人です ね、法律のとこは。日本最初の、日刊法治新聞、日刊紙、日刊というのは毎日で、ね、出される新聞ですよ。日本最初、これよく出るね、ニュースペーパー、横浜毎日新聞、黒本では79ページここですね。はい、押さえてますよ。はい、次大門に行こう。戦後がビシバシ来ると思った。戦後までないのか。ないね、これね。大正時代ぐらいで終わり、昭和初期ですね。はい、行きましょう。埋める、空欄ですね。空欄記号、はい。満州事変、うん、これ31ですからね。内閣は第2次若槻ですよ。何事件？盧溝橋？違う違う、龍城湖事件ね。はいはい、どんどんこの軍国主義的になって、気に入らないやつもポアしてしまいになるわけですよ、ほんと。32年1前増殖、はい、決命団、誰ですか？決命団事件やけん、これ井上順之助ですよ、14。基本ね、絶対落とせません。決命団事件、83ページ。主婦はこの井上日照、超右翼団体ですよ。ポアしてしまえと。こいつのせいで日本は貧乏になったと。ね、何やった、ね、金解禁やったでしょ。うん、まあ、井上順之助のせいじゃないですけどね。うん、そんなこと言ったらコロナはね、菅総理大臣のせいですか？って感じですけど、まあまあ、はい、決命団事件で、ついに犬飼首相がここで暗殺されるね。515事件、515聞いてんだ。ごっつぁんですよ。はい、ありがたい、ありがたい。3点いただきましょう、サクッと。まあ、ちなみにこれ海軍ですからね。いいですか？海軍。226は陸軍ですからね。いいですか？はい、2番。いきなりこう戦後来るのか。戦後あるやん、ここに、ここにあるね。失礼。戦後初の総選挙を行われて2内閣組閣された。いきなりこっから飛ぶんかい、うん、戦後初憲法、あの日本国憲法は大日本帝国憲法の改正ですからね。改正、いいですか、はい、戦後最初の選挙、これ憲法、日本国憲法発布の前に行われますからね。行われますよ。その前にまず法律が変えられる。衆議院議員選挙法が。で、20歳以上の男女になったわけ。それまでは、ね、25歳以上の男子でしたけど、ああ、ね、変わったんですよ。で、これで戦後初選挙。まあ、ここで女性が3級の39当選したし、初の女性代議士ですからね、国会議員でしょ。
でここで、ね、鳩山が勝つんですよ、日本自由党を、ね、率いたこの鳩山が勝って、もう総理大臣と思ったら、これ、もともと反米やったんですね、アメリカにやられるんですよ、公職追放、もう直前で。で、その後とりあえず任せたっつって、吉田茂が、ね、後を継いで総理大臣になったわけですよ。いい？で、ここで憲法でしょ、日本国憲法でしょ。で、日本国憲法で速攻また選挙があるんですよ。日本国憲法下での選挙。まあ、ちゅうこと、戦後初選挙。で、1年後もまた選挙があると。これで負けたんですよ、吉田退陣と。弱かったんですね、ね、基盤が。で、そういかんちゅうことで、自分の家来、ね、作って、吉田学校でね、ね、池田勇人とか、佐藤栄作とか、田中角栄とかね、で、ここで長期政権作ると。そういうことですけど。だから、戦後初の選挙が行われて、鳩山一郎が総理大臣になる予定やったけど、公職追放くらった件、はい、これが吉田茂内閣ですよ、ね。はい、答えは、吉田茂ある、あった、15番。で、それはこれね、鳩山一郎は戦前軍国主義やったちことで追放される。ね、これが、やけ、公職追放ですよ。こっちでも公職追放ね、戦争関係のやつはパージする、追放すると。公職追放22、そういうことです。いいね、あと確認しようか。片岡直春、これが出現して東京渡辺銀行潰れるって言ってしまって金融強固ですからね、金融強固。あとはレッドパージ、これは共産党、共産主義者を追放する、ね、50年朝鮮戦争始まって、これやっぱ共産党ダメやつってやべえつって追放していく、ね、軍国主義追放するのは公職追放、共産主義者はレッドパーチ、ね、逆構想だ、これも歴史用語です ね、サンフランシスコ平和条約結んで独立 GHQ ね、ゴーホームクイックリーですから戻っていくわけね、いなくなってもうた。で、まあ、国内の治安引き締めでね、弱くなりすぎとった国家権力を通常に戻すと。逆コース3点セット。逆コースはね、悪口ですよ、本当。普通に戻っただけです。でももう定着してしまったね、逆コースって名前がね。多分自分たちがやってる方がね、正しい、善だと言ってますけど、本当かいなって感じですよ。まあ、一応3点セットで、破壊活動防止を、公安調査庁、新警察を、これ、逆コース3点セット。いいですか、逆コース3点セット。はい、じゃあ次 B ですね。これ戻るのか、戦前に経済になりましたね。世界恐慌をぶち当たる29年、ああ10月ですよ。で、不審と、はい、高橋小力をやったこと、はい、高橋小力をやったことは金融施設再禁止ですから、25番、イージーイージー。さっきの井上潤之介は金解禁でしょ。で、この後高橋小力をね、犬飼内閣で高橋小力を金融施設再禁止やけ、25番、はい、次5番、これによって為替どうなったかと、景気良くなるんですよ、輸出が増えて。これね、やっぱね、うん、円安、それはねプラスあればマイナスもあるんだけど、円安だったら輸出は有利やけど輸入不利になりますからねまあまあまあ、それでもまあざっくりと出した理解としては、円安はまあ基本輸出が良くなるということね。はい、だけここは30、黒本で言ったら、83ページね、だけ今金融施設再禁止でしょ、高橋小力をね、円安なるんですよ、円安、輸出が増えると、輸出拡大、はい、そういうことで、輸出の主力産業だった6を上回った機械系が、ね、はい、それまで化石頭は何かというと、キートでしょう、キートだけ。何になる、この中で言ったら。キートや剣、こう見たら、この辺はね、やっぱね、製造、用業、繊維、食料、おお、繊維があった、はい、33番。はい、そう、これぐらい推測しないと。ちゅうことですよ。はい。あ、これね、やっぱ日本がまあ国家ぐるみで円安に持っていたと、ね、今これしたらね、非常に非難轟々で、国際社会から ねこのね、つまはじきにされますけどね、当時はまあまだこういうことなんやね、国のために勝手にこの為替をいじると、
自国の利益、ね、利益のために、うんね、これなんつうか、まあ、そんなこと言ってもお前らだってブロック経済やってるだろうって話なんですけど、はい、83ページこれソーシャルダンピング、これね、これ出てこんかった人、これ丸福です。丸福。はい、ちゅうこと。最後、文化か。プロレタリア文化。労働者ですからね。種まく人、機関士ね。これ一番最初。はい。で、はい、こう来て。あ、まあ、新感覚とかね、新思想とか、これはもう、一応まとめてますけど、82この辺ね、まあまあまあ、ここは任せます。自分が必要と思ったら覚える。あるいは出たやつをしっかりチェックしていく。それでいい、それでいい。で、ここは何かというと、はい、新感覚やけど、これノーベル賞が最大ヒントね。ノーベル文学賞。この中でノーベル文学賞って言ったら、ノーベル賞が一番最後まとめてますけども。93ページね。うん、入りきれんけどね、この後入れたら、大江健三郎の後入れたら入りきれん。一応ここまで大江健三郎までですよ。受験で出るのは。多分。ね。はい、川端康成でしょ、文学賞。ここ。伊豆の踊り子ね。はい、いいですね。はい、答えは36番。で、プロレタリア文学で、関係ないか。社会主義者は八を選択し、思想、ここがポイントやね。社会主義共産主義は思想を改めますということで社会復帰許される、まあ、牢屋から出されると、間違ってましたと、ね、自己批判して自分の考えを、ね、改める、まあ、これで選択肢見たらこの辺でしょ、ね、ちなったらこれやっぱ、ああ、これ天候はこれで気づかないとダメですよ。39番、今ね思想信条自由ありますから、ね、こんなことしたらダメですけどね、うん、83ページ。はい、ここですね。天候と。うん、赤丸使ったの日本国家社会と、これ天皇の下での社会主義。もともとね、我が国は一君万民ですから、天皇の下での平等なんですよ。いちいちこんなこと言わなくても、我が国は平等なんですよ。天皇の下で。うん、まあ、ちゅうことなんですけどね。はい。ラスト。うん。あ、これ石川達三はこれ押さえないけんね。戦争文学ですよ。出てきます。石川達三。あ、違う、こっちだ。戦争文学。82ページ。この生きている兵隊はいりますね。まあ、石川と井明、井と井つなげる感じね。で、我が福岡のこのね、若松の人やけど、日の足へ麦と兵隊ね、これも大事ですよ。戦争文学。いい？で、これはプロレタリア文学で、カニ高専作者、一文とね、小林武史で終わりですよ。あと字間違いのことね、小林武史。プロレタリア文学三人衆、小林武史が聞かれた82ページ。徳永素直、太陽の悩み、暗い感じでしょ。葉山義樹、海に生きる人々、ね、貧しい労働者を描いた。まあ、そういうことです。まあ、日本全体が貧しかったですからね、本当ね。うん、まあ、そういう先人のね、この汗と涙と血、ね、そういうね、血のにじむ努力のおかげで今、豊かな社会があると、まあ、いうことですな、はっきり言って、うん。では、あとは自分でしっかり復習してください。終わります。